よう。はい、どうも、さて、こちらでございます。今日はこちらでございます。フロントグリルですね。なんて言いましょうか、なんて言いましょうかしたらおかしいけど、要はもともとメッキでやったやつを、に黒が入るという話があって、で、以前メッキのまま黒に塗って、黒を塗ってみた、そしたらどうなるかという話でしたね。で、それが結局ダメであったと。メッキが剥がれ、黒、上から塗った黒が全部剥がれてしまうということですので、メッキを全部、剥離して、で、フィニッシュを貼るという結論に至ったわけでございまして、で、今回はそのフィニッシュでございますね。まあ、フィニッシュ続きになりますけれども、こんなにいらないんだよな、ね、ということで、で、もう一つね、リアバンパーなんですけど、リアバンパー今ここ本当はこれ今もう塗装は済んでます。でもここに今筋を2本、もともと入ってない筋を2本入れてるんですけれども、この筋の区間でこの段差の間、この部分が、メッキになるんです。で、指示では H8 とはなっているんですが、メッキの部分、現物を見る限りメッキでございますので、ここもミラーフィニッシュを貼らなければいけないという形になっておりますので、ついでにこれもやっていきます。で、ちょっとあまりにもめんどくさい作業なので、多分途中で止めると思います。はい、一部、貼るところだけお見せしてね、あとは止めて、裏でこそこそせっせとやる形になると思いますが、まあ、とりあえず、状況的にそういうものであるということでございましてですね、ボディの、前回のボディの、ミラーフィニッシュなんですが、一応完成しております。ちょっとお待ちくださいね。一応すべて完成しております。前後のモールの部分だけしかお見せしてなかったんですけれども、これ、サイドの部分もすべて、メッキモール貼りました。で、ここの部分ですね、ここの部分のメッキモールを貼りまして、で、ドアノブ、これも、フィニッシュかけましたね。この部分ね、意外とうまくいきました。やっぱりね、筋彫りをね、ちょっと足しといただけあってね、切るのに手間がかからず、うまいこと、メッキつきました。ちょっと後で修正がいくな。後で修正っていうか、今やっとこうか。ここをね、ちゃんと、ドアノブの部分をきっちりと、筋彫りを入れておいただけに、綺麗にミラーは貼れました。で、後ろですね、後ろのこの部分のモールと、フロントのここのモールね、わかりますかね、見えますかね、見えてるかな、まあぼやっとでも見えてたら、このフロントのモールですねと、リアのモール、そしてリアのこの部分ですね、ちょっと手間、局面があったもんでちょっと手間がかかりましたが、ミラーフィニッシュ貼り終えました。ということで、車の本体のボディ本体の方は一応完全に完了しておりますので、今度はこのグリルの方をやっていきたいと思います。これがまた面倒くさいんだろうな、本当にね。さて、
モールとしてはこんぐらいか、こんぐらいありゃいいと。まあどうせ後で切るからね、こんだけありゃ十分いけるね。はい、あー反対、こんぐらいか、こんぐらい、こんなもんか、こんなもんだね。よし、ちょっと余計目に見て、ぶん投げちゃったけどあんまり良くないってぶん投げるのやめましょう。あのこれでいいかってぶん投げちゃったけど今ね、ぶん投げるのはやめましょうね。ということで、そしてこれ全長も幅ももうこんなにいらないんで、半分ぐらいで、ね、下は隠れちゃうんでね、こんだけあれば十分切れますので、貼れますので、ね、こっち側でいけるな、この細い側でいこうかね。これをちょっとねやっていきたいと思いますけどもね、うん、いけるいける。これが多分ねめんどくさいんだと思うんですよ。普段から普段やるようなところじゃないからね。まあ何事もチャレンジですよ。普段やったことないことをやってみるっていうのはね、何事もチャレンジチャレンジ。ここはあれをしてないんでね、そういう想定でやってないもんでね、筋彫りとかそんな、筋彫りなんて入れられるわけないんで、ここはもうぴったり上は合わせてやらないといけないかなと思いつつ、合わないんだよなこれが、ね、合わないんですよねこれが。よいしょ、頑張って合わせますか。いいよ。角が端が段差になってるからね、なかなか合わせにくい。狙って狙って狙いを定めて狙って狙ってだ。とりあえず一箇所貼っつければ。うっと。ああちょっと失敗したかな。狙って狙ってだね。裏飛んじゃった。えい。よいしょ。狙って狙って。狙いを定めて。なんでこんな小難しいことをしてるかというと、反対側にもこの段の出てるところも貼らなきゃいけないからなんですね。よいしょっと、うまくいったか、うまくいったね。よし、これでぐっと貼り付けて、光ってるからね意外と見えない、うん、貼り付けて、ここも貼り付けてね、押さえ込んでやらんといかんのね。よっ、よいしょ。まあ折ったところはねこんな感じで、こうしっかりとね貼らないといかんと。あんまりゴシゴシ当てるとね、メッキが、モールのメッキに傷が入るとまた不細工なんでね。よいしょ。それで
もうこの横の部分を生かしたいな。これこのまま貼っとこうか、貼り付けちゃおうかっていうのが、こうとこうとこう、こうはやっぱりメッキなんですね。でここまで、この下がメッキになってきますということなんで、もうここはもうそのまま生かして上から貼る分にはね問題ないんで、ここはもうそのまま生かして、こっちはもうあの角だけになりますけども、ここはもうそのまま生かしましょうね。だから切るところは正直この中だけか、中もほとんど切らない、いいけどな。うん、こんな感じでしっかりと貼っておくね。ああ、こっちのボールがくっついちゃったね。こんな感じで、でちょっとこの部分をしっかりと入れてやって、ちょっと切ってもいいか、ここは。切れるかな。よいしょ。よっ。切れないか。切れてないか。別に問題はないか。ええ。押し込んだって感じで。意外とこうやってこすってたら切れたりするんだけどね。うん。まあ、こんな感じで。切らずにね、ほぼ切らずにメッキモール貼りましたけど、でこの内側も切るかな、切れるかな、切るほどあれはない。ちょっと切れるかなって程度ですな。掘り投げないでいきましょうとかって言いながらね、普段から見ていただいている方はよくわかると思うんですけど、私よく物を掘り投げる癖があるんですよね。今もカッターナイフなり、あれをバンパカバンパカ掘り投げてますけどね、いけませんよ、掘り投げるっていうのはね、よろしくないですね。ここ切らないか、ここ切らないか、ピッツ、ほら掘り投げるでしょ、これね、悪い癖なんですよ、近場にね。これ掘り投げるでしょ、何が起こるかってね、ここ狭いからまだいいんですけどね、仕事場で広い机なんかにするとね、掘り投げたものがね、あっちの方行っちゃってね、どこに行ったか分からなくなるっていうね、非常に面倒くさいことが起こるんですね。だから物を掘り投げるというのはよろしくないですよ。一応こんな感じですね。であとここを輪っかとこの横で、この部分はライトの方に直接、今日この中もシルバー指示が出てるんですけれども、ここはライトの方に直接あれを貼っていきますので、ここはもう貼らないでおきます。で、続いてですね、まあ、こんな感じでちょっと貼っていきますけれども、ちょっとあまり時間がかかるとね、あれなんで、まあまあ半分でいいのかな。これ半分にしとこうか。半分ぐらい。今回は細いんでね、本当にこのちょっとの幅で全然いけるんで、この幅で全然いけるんで、あとは中で
切りやすい側の方で切るという形を取らないとちょっと厄介なんで、ここはこんなもんだな。こんなもんね。よいしょ。で、ここが難しいな。ちなみにね、トラックの方は着々と色塗りをしてるって感じでございましてですね、トラックは着々と色塗りが進んでおります。細かい部品のね、組み立てして色塗るやつに関してはまだ全然触ってないんですけど、もう前ももう言ったように、組み立てる前に色を塗らなきゃいけないものとかもそこそこあるんで、そっちの方に関してはもう着々と色を塗り始めております。実際今も先にこれ始める前にトラックの方の色塗りやってたんですけども、綺麗につかないな。綺麗につかない。よいしょ。着々と色塗りは進んでおります。よいしょ。こんな感じですね。ここがねガタガタなんでちょっとやりにくいんですよね。この部分はね、これをどうにかうまく押し込めるような形でね、こういう風に押し込めて押し込めて、押し戻しちゃいけませんけど、こんな感じでね、多分ねここは見えなくなると思うからあんまり気にしなくて、あんまり混むはずだからあんまり気にしなくてもいいとは思うんですが、一応まあちょっと気にしもってやっといた方がいいかなというふうな気はしますけれども、よいしょね、これで、あ、さあこっちが切れた、切れてた、こんな感じですね。いい感じだね、問題なさそうだね。これで問題はないっていうか問題は終わりなんだけどね、やりにくさでいうところの、問題は終わりなんだけど、まあそれでもまあなんとかフィニッシュは張れてる感じなんで、こんな風にねいくような感じですね。綺麗になるんだろうかね。なんかそこが心配だわ。綺麗にミラーになって、ミラーになるのは間違いないんだけど、綺麗にミラーとして見えるかどうかがね、それが一番の心配ですね。はい、こんな感じでやっていっておりますね。今何分だ？18分。もう一枚行こうか。反対側、今の反対側ね、こんな感じで、ほら、反対側でいいか、こっち側でいいか。この太さはそこまで使わないんだよね。よいしょ。この辺だな。結構ね、今回実を言うと、これもう一つねミラー貼らないといけないのがあって、それはまあ裏でやるんですけど、これドアミラーじゃなくてフェンダーミラーなんですけども、この
GX としてやる場合はフェンダーミラーに、が一部、あれになってるんですよ、メッキになってるんですよ。で、物はメッキで出来上がってるんですね。だから、どうしてもでも半分は艶消し黒になるんですね。でそうなった場合どうなるかというと、このあれと全く同じ現象が起こってしまうので、そいつも実質剥がさなきゃいけないんですね。メッキを剥がした上で、やってやらないといけない。逆にミラーの貼ってやらないといけない。そういう作業がまた実は残ってるんですけれども、そいつに関してはね、もうしょうもないんで、もうお見せするようなもんでもないんでね、完成結果だけを見ていただければなと思いますので、それは裏でこそっとやっときます。はい、ということで、こっちは綺麗に貼れたな。意外と綺麗に貼れたな。意外と、あ、ここが乗ってない、乗ってるようで乗ってないんだ。あ、乗ってるな。まあそういうところはね、裏でこそっとやりますんで、それは後で見ていただければと思います。はい、ということで、よいしょ、こう切って、で、あー、手にくっつく。で、この内側をね、こうしっかり貼り付けた状態で、こうカッターを入れると。カッターはよく切れるようにしておきましょうね。いい感じだ。いい感じに切れましたね。まあ上は見えなくなるから、別にそこまで処理をどうのこうの気にしなくても大丈夫だと思います。でこれをしっかり押さえつけてやれば、はい、こんな感じね。でこれをなんかついた、それとも塗装が剥がれた、あ、なんかついてたか。これをあとここ外ぐるっとこうやって、でここに貼り付けるっていう作業がありますので、でまあそれはちょっとやっていきたいと思います。ちょっとまあ時間がかかるんで、一旦止めさせてもらって、最終完成の状態で見ていただくという形でね、はい、こういう風にやっていっているので、完成状態を見ていただくっていうか、こっちも一緒にやりますんで、じゃあちょっと一回、止めますんで、完成状態をまた見ていただければと思います。じゃあ一回止めます。はい、フロントグリルの方完成しました。こんな感じになりましたね。思ったよりはその難しくはなかったです。ちょっと黒が剥がれたところあります。これはタッチアップで直します。でまあ、曲面追従するタイプなんで、このミラーフィニッシュっていうのはペッと貼り付けて、その後グッと押さえつければしっかり綺麗に曲面に貼り付いてくれるので、意外と難しくはなかったです。うん、ただもう位置合わせが一番めんどくさかったかなっていう感じになりますかね。ということで、これは一応こんな感じで、でね、思ったんだけど、ガラスの方に貼るって言ってたけど、ここにね、これついてる、分かりますかね、ここに球がついてる
ように見えるんですよ。ただこれどうしようかなと思って、これ全部貼り出したらもうねえどうしようかなと今ふと思ってね、で参ったなと思いながらね、まあちょっとまあ別にいいかなとは思うんですけどね、まあ本当はこれ使ったいなとは思うんですけど、まあいいかとりあえずちょっと、もしこっちの方これを使うとなると、ここの内側にそのあのミラーを貼るという形になると思います。で、最後フェンダー、これをあの貼って、完成させて終わりにしましょうということで、もうミラーは切ってありますので、これももうあのパッと貼ってね、こんな感じでもうかぶせる感じで買ってね、あの長さは十分取ってあります、長さと広さは十分取ってありますので、これをこういう感じであの貼り付けてやって、そんなに引っ張らなくても大丈夫です。でこういう風に押さえつけてやって、でね、この面のところをねしっかりと押さえてやって、この今あの目標立てたこの筋のところ、これ筋もともと入ってなかったの、僕自分で入れたんですよ。書いてないんですよあれに、あのいやあいや取説には書いてあるんですけどね、このぐらいでやりなさいよっていう風な感じで書いてあるんだけど、あの要は本体の方についてないんで、あのマーキングとかそんなものが、まあ不親切もいいところだと思って、現車の写真見てだいたいこの辺だなっていうところを狙って、でそれで現物と合わせてやりました、これはね、ということで、もうこれちょっとぐらいずれとってももう気にしないでもう行ってやろうと思ってるんで、まあだいたいこの辺だなというふうな感じで行くんで、でこれで一応マーキングは済んだんで、カッターね、まだいるか。で、これをカッターで、ね、力を入れないように、スッと、もう、これを切るぐらいの力で、スッと切って、あとは、この線に沿って、この線に沿ってっていうのが一番難しいんだけどね。ほら、この線に沿って、この線に沿ってが一番難しいというね、線に沿ってスーッと線を入れていくと、はい、という形でね、でこれで切れてるはずです、切れてるはずです。切れてなかったらもう一回貼り直しだ。まあまあ未来品種は予備があるので、はい、いい感じで切れましたね。ちょっとここ残ってるけどまあいいか。でこの横も切ってあるから、ちょっともう一回ここ、もう一回ここカッター入れとこうかな。ちょっとはみ出てる感じはするんだけど、あでも押さえつけたらいけるか。もうちょっとだけ、取れるかな、こんなもんほとんど取れないんですよね、これ取れるか取れないかレベルでやっちゃうと、溝に入っカッターの刃の溝に貼って入っていくだけなんで、もう取れたか取れてないか分かんないレベルになってしまうんですけど、まあいいか、これでいけるか。ちょっと指紋が裏についたから、その指紋の跡が出ちゃったけど、これはもう消えないからもういいや。
はい、こんな感じで、あと最後しっかりと押さえつけてね、しっかりと押さえつけてやって、まあこんな感じで出来上がりました。ということで、フロントバンパーと、フロントのグリルとリアバンパーの、メッキでございました。今日はね、こういう感じでございますね。こういう感じでフロントバンパー、フロントグリルとリアのバンパーになっております。はい、ということで今日はこの辺で、また次回は何をするかな。もうトラック行くかもわからないしね。そろそろトラックがね、もう乾いてきてるの、乾燥期間入ってるんでね、ちょっとチャーシの方をやっていかないといけないかなと思いつつ、ちょっとどうしようかと考えてるところですので、セミグロスブラックをね、いっぱい作らないといけないんですよ、ね、瓶1本分ぐらいは作らないといけないと思うから、今から塗料作ろうかなと思ってるところですわ。はい、まあその話はどうでもいいとして、はい、まあということで、グリルとね、ところでした。グリルとリアバンパーでございました。はい、まだじゃあ次回お会いいたしましょう。さよなら。